はいえー、こんにちは、えー、普段はですね軽トラックとかラジコンとか野外での撮影が多いんですけれども、えー、今回ね、ね私が使っている携帯電話携帯といっても PHS なんですよ、<laughs> 最近ずいぶんね、もう見かけなくなって、えー、なんじゃそりゃっていうね若い方もいらっしゃるかと思いますけれども。 この機種はそうですね2000何年頃かな2005年か6年頃に発売されて当時、まあ、伊勢を風靡したというか非常に人気があった京セラの WX310K というモデルです当時はですね「キョポ本」とか「キョウポ本2」とかって言われてましてこれの前のモデルがキョウポ本 そしてその後継機のこの WX301K が、あ、310ですね、WX310K が、教本2とかと呼ばれてました。まあ懐かしい、今では懐かしくなりましたけれども、2チャンネルなんかでもね、スレッドが立って、かなりね、人気があって、あと、教本の本ですね、書籍、本なんかも発売されまして、結構人気があった。 モデルなんですけれどもえその後ご存知のようにですねどんどん携帯電話が <laughs> お手軽にねお求めになれるようにというかどんどんえ通話料とかね契約料とかいろいろ値段が下がってきましてえ主流はあっという間にね携帯電話がメインストリームになりまして PHS っていうのはこの電波がね微弱電波 弱い電波を使うことから医療関係ですね、ペースメーカーとか医療機器に影響が少ないであろうということで、えー、医療現場では今でも、ね、使われているかと思うんですけれども、えー、残念ながら、ですねこのユーザー数が減ったことによりまして、今、2020年ですけれども、来年、2021年の1月いっぱいでサービスが終了と。 まあ一部こうテレメーターとかえー継続されるサービスもあるようなんですけれどもまあ一般の方が通話できるプランというのはね来年の1月をもって終了ということになりましたえそれでですねえこれまだ使えるんですよ <laughs> あの私まだ現在ねこれ現役で使ってるんですけれどもえどうせなら最後までね PHS の最後まで見届けようということで、<laughs> まだ使ってるんですけど、えー、このようにですね、これ多分もう最後、最後通告というかね、ちょっとあの、住所部分、えー、隠してありますが、えー、ラスト50日を切りましたということでね、えー、Y モバイルさんからこのような、えー、手紙が届きました。2021年1月31日をもって、えー、サービスが終了と。 えまあ最後通告というかね、最後の、多分これ、最後のお知らせじゃないですかね、今までもですね、PHS サービス終了が決定してから、どうでしょう、2年くらいになるんですかね、もう何回もこういう感じで、まあ,あの PHS から Y モバイルの携帯、あるいはスマートフォンに乗り換えてくださいということでね、案内が届いてましたけれども。 それを無視してずっと使って、今日まで使ってたんですけれども、いよいよもう最後ですと、ラスト50日ということでね、終了は1月31日までなんですけれども、この移行ですね、PHS から Y モバイルさんの携帯電話、あるいはスマートフォンに移行できるのは、1月15日までということでね。 さてどうしようかと,、えー、と思っているところなんですけれども、まあ、おの同じように、ね、こういった手紙来た方いらっしゃると思うんですけれども、えー、15日までということになっておりますた、まあ、多分今まだ、ね、PHS 使っている方おそらく他に携帯あるいはスマートフォンをお持ちの上で、ね、私みたいにちょっと面白いから 最後まで使ってみようかっていう方もね、多いかと思うんで、私が、うん、とやかく説明することなくね、いろいろなことをすでにね、ご存知かと思いますけれども、あと、えー、PHS から、えー、Y モバイルのスマートフォンに切り替えた場合の特典というのがありまして、えーと、スーパー誰とでも定額、そういったプランがあって、その1000円かかるんですけれども、えー、それが次回の 機種交換まで無料ということですね。誰とでも定額が次回の機種交換まで無料ということと、あと事務手数料3000円が0円ということですね。あと、このお得なスマートフォンというのも用意されてまして、まあ、Android ですと、エ x p e r i a とか Android o とかあるみたいですね。あと、こちら iPhone。 今回 iPhone の SE ですね。あ、なんか画面からアウトしますね。iPhoneSE64GB モデルですね。これが本体価格一括0円ということで、まあ、優遇されているみたいですね。えっ、ー、と、実は私の兄弟もずっと PHS を使ってまして、 1>, 1年半くらい前ですかね。1年半くらい前に、まあ、特典で、えー、っと、その時は iPhone の 6S が本体価格現金500円ということで、えー、その時にあ私の兄弟はね、乗り換えたんですけれども、えー、私、しぶとくね、まだえ使ってますが、最後に、えー、iPhone ですと、 SE64GB、えー、モデルが0円ということでね、うんこれどう,どうでしょうか、か結構お得なんでしょうかね。えー、っと今、とりあえず私はスマートフォンも持ってますけれども、それは Android の、えー、中古で買ったね格安の、えー、モデルを今使ってますけれども、これ十分なんですけれどもね、えー、どうせなら、えー、こちらの方に。 えー、得点を使って切り替えようかあるいは、えー、どうしようかと迷っているところでありますご存知のように最近あの報道とかでもドコモとかねドコモとか、えー、他社でもこの安いプラン出てきましたしね、えー、この先どうなるんでしょうかよくわからないですけれども、えー、もしあのえー、っとそうですねこれ 機種交換するようであれば、えー、またご報告したいと思います。現在、どうしようかなと考えていると、<laughs> そういった状態でした。えー、今回、珍しく室内からね、えー、しかも携帯電話関連のネタで <laughs> お送りしました。それではまたお会いしましょう。さようなら。